社にお参りしてきました。なんか七五三のさ、家族がいて、家族向けなんだろうね。5個入り600円って言われて、1個で売ってないかなって思いながらもう買っちゃったわ。神社でお守りを買おうかなとかもちょっと思ったんだけど、おこれクリームだ、あんこだけの味じゃないんだったらお得かもね。うん、おいしい。本当はお互いにと思って小銭を持って行ってたんだけど、多めに持ってってて正解でした。54円、端数の方を前にのあれに入れて600円をおばねきの方に入れてって感じでした。なんか彼はさっき祈ったことは自分にいい人が来ますようにってことと、みんなが健康に過ごせますように、今までゆかりに出会った人たちがいい出会いがあってうまく回りますように、そんな風にお願いをしたから、ゆかりは今は出てくる人はあんまり少ないけど、みんなのことを祈ってます。今お祈りを続けるんだったら、他の倫理であったおばちゃんだったりとか、デビーさんのお子さんとか、本当にみんな同級生なんか交代とか、ゆかさんとかはるかとか、みんなよ、みんなうまく回るよ、大丈夫っていう風にお祈りをしてるから、みんな大丈夫だから、ゆかりもお祈りするぐらいには元気があるから、どうにかやっていけてるから、よりより頑張ろうでみたいな感じ。これマジで美味しい、カスタードだ。今川焼き、おばにきだったかな、言ったけど、しかもね、なんとなんと見てごまが入ってる、ちょびって間違って入ったのかもしれんけど、なんか嬉しい、当たりの気分だわ。みんなが幸せであってほしい。ゆかりの心配は、ゆかりが誰かの足かせに乗ってないかってこと。
お酒を飲んだらゆかりの漫画作る人もいるみたいだけど、きっと怒りが頑張れんかったから、仕方ないだろう。自分で他の彼女作ったり、あまつさえ結婚もしてんのに。ゆかりがーって言ってからに言われても、ゆかりここにいますけど元気だよって感じ。ゆかり言うほど大変かな。その時は迷惑かけたって思ってるけど、今は関わってないし、元気にしとけばっていう感じしかないから、心配って言えば心配かもしれんけど、やっぱり会わんってなったらもう会わんくなる人だから、あんまり気を編んでほしいし、自分だからかいって思われても、あんたじゃなくてもやっぱり今誰にも会いたくないってなったら、その時好きな人でさえ会わなくなるから、仕方ないよ。あんたもちゃんと奥さん見つかったんだし、いいじゃんそれで、頑張れ。ちゅう、そんな感じの独り言でした。じゃあね、あとは冷凍します。